バレリア将軍、この度の敗戦について釈明があれば伺おう。なぜフリュムダリルの兵など受け入れたのでしょうか。数だけ揃えれば戦は勝てるというものではありません。口が過ぎますぞ、バレリア将軍。私どもとて武人の端くれ、全く戦を知らぬわけではないのですからな。差し出がましいようですが、今一度陛下にご裁可いただきたく存じます。それについては心配無用。今回の件については陛下より全権を委ねられておる。我々の言葉は陛下のお言葉と受け取っていただいて差し支えない。将軍はご自分の采配について間違いはなかったということだが、まだ戦えたのではないですかな。苦しい戦いだったのは理解できますが、今しばらく時を稼いでいれば後発の隊が間に合ったのですぞ。そのことについてはどうお考えですかな。アーも陣を乱されては組織だった動きは望めません。おっしゃる通り。それでもあの時点で援軍が到着していれば立て直すこともできたかもしれません。ですが援軍は到着しませんでした。相手があの元ビュッセル家のラディフォールだったので手心を加えたのですかな。そんなことは。ご病床についておられる父君のことを考えられよ。その後を任されているのは誰ですかな。バレリア将軍、我々はあなたのことを少々買いかぶりすぎていたようだ。将軍には謹慎を申し付ける。その間軍の統帥権は我々が預かる。だが統帥権を預かるのは一時的なこと。すぐにも謹慎を解き、その際統帥権もお返ししよう。いずれ将軍の力は必要となる。それまで休まれよということだ。この際ゆっくりと静養して疲れを癒し、職務に復帰したその時には存分に手腕を発揮していただきたい。かしこまりました。失礼いたします。ヘイル前公爵、今回の処置はどうかと考えるが。適切な処置ではないですかね。軍の統帥権はいかがなされるのですか。ご安心めされ、しばらくの間私がお預かりする。それはせめて名目上だけでもガルク将軍に統帥権をお返しするべきではないですか。それでは大事の時いかがされるのか。名目上とはいえそうなれば自由に軍を動かすことはできぬのですぞ。この話はここまでです。これから軍議を行うので席を外していただきたい。失礼する。では軍議を始めるとしよう。